皆様、お集まりいただきありがとうございます。ただいまから定例の知事記者会見を行います。本日の発表事項は、令和5年度の県政功績者表彰について、ミナスジェライス州知事来県についての2件です。それでは2件続けて長崎知事から発表いたします。はい、それではよろしくお願いをいたします。まずはじめに、今年度の県政功績者表彰について、お伝えをいたします。ご案内のとおり、この県政功績者ですが、県政の各分野におけます、功績が顕著である、個人、および団体を、表彰する、ものであります。今年の、今年度の、受賞者は、49名、の皆様で、特別感謝状が1名、県政功績者が48名となっております。いずれも大変大きなご功績を残していただいた方々であります。特別感謝状ですが、山梨県立大学で理事長兼学長を務められました清水和彦さんに贈呈したいと考えております。清水さんですが、第3代学長といたしまして、山梨大学とともに全国初となります大学等連携推進法人を設立するなど、本県の高等教育の発展に大変大きなご貢献をいただきました。受賞者のお名前、そして主要経歴などにつきましては、お配りした県政功績者一覧表の通りです。表彰式は11月の20日に行うことを予定しております。本件に関しましては以上でございます。次に、本県と、姉妹都市を結んでおりますブラジル、ミナスジェライス州の友好訪問団の来県についてお伝えをします。この度です、ロメウ・ゼマ知事をはじめ団長とされますブラジルミナスジェライス州の友好訪問団、今月15日に来県をされ、県内をご視察いただくとともに、姉妹県州締結50周年記念覚書を締結をいたします。この姉妹関係ですが、1973年から続いておりまして、今年節目の50周年を迎えます。この8月にはですね、姉妹県州締結50周年記念式典に出席をするべく、ミナスジェライス州を訪問してまいりました。その際に、ゼマ知事とグリーントランスフォーメーションに関する取り組みなどにつきまして意見交換を行い、山梨県が取り組んでおります P2G システムについてもご紹介をしたところ、大変強いご関心を示していただきました。ミナスジェライス州ですが、北部地域では太陽光発電が大変盛んな地域でありまして、そういった意味からもですね、ご関心を示されたことだと思っております。でしたがいまして、ゼマ知事が今度は中国出張をされますが、この機会にですね、ぜひ山梨県にもお越しくださいと。そしてこの米倉山の電力貯蔵技術研究サイトをご覧いただけるよう強く要請をしたところ、今般特別にご来県をいただける運びとなりました。私どもとしましては、この視察を契機に将来の脱炭素社会に向けまして、太陽光発電などの再生可能エネルギーや世界で開発が進むグリーン水素の活用において、大資源国でありますブラジルのその中でも大変有力な州でありますので、そのミナスジェライス州としっかりとしたパートナーシップが組めればと希望をしておりまして、そこに向けての重要な第一歩になろうかと思っております。またですね、このミナスジェライス州ですが、大変文化振興に力を注いでいる州としても名高いところでございます。先般ご訪問した際にですね、芸術作品をぜひ共同制作できないだろうか、こんなような話をしたところですね、意見も一致したところでありまして、今般、両県州で新たな価値を創造していく、上で、この、芸術あるいは文化の面でもですね、共同作業を行いましょうということで、覚書を締結したいと思います。先般発足いたしました富士五湖グローバルビレッジ構想、ここにこのミナスジェライス州のご参画をいただきたいと考えておりまして、今後しっかりと協議を進めていくとともに、
この構想に基づく国際共同イベントなどを連携して行っていきたいと考えています。こうしたことからですね、8月の訪問時に合意をいたしました青少年、スポーツ、観光文化の3つの分野に加えまして、新たにグリーントランスフォーメーションに関する取り組み、学術、芸術団体等との協力の2つの分野を追加的に連携することとし、改めて50周年記念覚書を締結することとなりました。これを契機にです、相互に利益のある取り組みを一層推進させて、両研修の結びつきがさらに強化され、そしてまたそれに伴うウィンウィンの関係を作っていきたいと考えている次第であります。本日私からご報告すべきは以上であります。それではただいまの発表事項についてご質問をお受けします。質問がある記者の方は挙手の上、はじめに所属氏名を名乗ってから質問をお願いいたします。いかがでしょうか。それでは、発表事項以外の一般事項の質問をお受けします。いかがでしょうか。三日さん。三日新聞の小野田です。新元寇祭りについてお伺いしたいんですけれども、今回過去最多の23万5千人 の観客が来たってことですけれども、その受け止めと、来年以降秋開催が続くのか、その辺のお考えも合わせて教えてください。はい。まずこの今回50周年、という記念、節目でですね、大変多くの、皆様に、ご来店をいただき、またお祭りを、参加していただいたことは、本当にありがたいと思っておりまして、関係者の皆さんはじめ、そしてお祭りに、お越しいただいた皆様に、感謝を申し上げたいと思います。もうご案内のとおり、さまざま新しい取り組みの中で、富永、新元寇、私も本当にありがたいことにですね、ランウェイの下で、拝見をさせていただきましたが、本当に神々しい感じでですね、なんていうんですかね、こう男女とかそういう、もうレベルじゃない、本当に素晴らしい新元寇を演じていただいて、いけたかなと思ってますし、また勘助役、パートナーであります勘助役の白洲恵子さんにも大変素晴らしい、活動役をしていただきました。ご案内で白洲さん、鶴のご出身でありまして、ある方がですね、それを捉えて言っていただいたのは、いやこれである意味こう名実ともに山梨県全体のお祭りになりましたねなんてコメントもいただいてですね、それは私たちがもうずっとこれまで目指してきた新元寇祭りのあるべき姿かなということで、本当にありがたく思いました。で来年以降、次回以降の新元寇、今三日さんでも新聞でいろいろアンケートというか議論をしてくださってますが、秋でいいんじゃないかというご議論と、それからやっぱり春の方がいいんじゃないかという議論、いろいろありますので、これは県全体のお祭りですから、ぜひですね、大いに、議論をしていただいて、その、議論の結果をですね、しっかり踏まえて、結論、関係者と相談の上ですね、結論を出せればと、思っています。なので この場で今どっちがいいかですね、ちょっと差し控えたいと思います。ぜひ本当に県全体のを象徴するお祭りの一つです、ですので、本当に皆さんにどうあるべきかっていうのをこう議論していただけると本当にありがたいと思っています。以上です。他にいかがでしょうか。読売さん。読売新聞の川井と申します。はい、よろしくお願いします。はい。前回記者会見で知事の方から北杜市の向川町 の参拝問題についてですね、いくつかご回答をいただきました。でこれについてその後その回答いただいた件についてどのように進捗しているか現状をお聞きしたいと思います。1点は、まず、なかなか担当部局の方がですね詳しい指導の内容とかですね、そういったものを
明かさないので、その時知事は部局に対してですね、情報を出すようにと指示するとおっしゃいましたので、その件についてと。じゃあまずそこから順々に答えたいと、はい、まずあの情報公開のありように関してはですね、この手のこの問題に関してはもう原則公開をするべく、向き合うべきだと、まあ、こういう指示を出しました。まあ、どうしてもその上でですね、支障があるような場合は、その範囲で伏せますが、まあ、基本は情報公開というものがですね、原則であろうということで今指示をし、それに沿って今部局で検討していますので、まあ、もうしばらくすると結果が、まあ、成果が出てくると思います。はい、2点目お願いします。はい、2点目ですけど、まあ、この業者が非常に、もう何年間にわたって法令違反を重ねて、いろいろな法令違反を重ねているにもかかわらずという、まあ、状況があるんですけども、で関わらずそれに対して、まあ、県はただ行政指導を繰り返しているというような状況が続いていて、知事もこれについてはですね、厳正に対処したいというご回答でした。この件について、もう一つお聞きしたいということです。はい、この点に関しましてはですね、担当部局に対しまして、知事として、期限を決めて、この今の違法状態を解消するように、しっかりと行政命令を発出すべきだと、こういう指示をいたしました。これもそう遠くないうちに、しっかりその旨の行政命令が、を出す手続きに入っていこうかと思います。最後にもう1点です。で、まあ、この件に関してやはりその県のこれまでの指導のあり方に問題があるんじゃないかという質問に対して、知事の方もですね、その点については問題意識を持っておられて、まあ、第三者を交えたそういう委員会のような場でですね、この県の指導について検証していきたいという回答でしたが、これについては進捗はどのようになってますでしょうか。はい、第三者委員会を設置すべく今人選等を進めております。月内にはこの委員会を立ち上げたいと考えています。よろしいでしょうか。はい、はい、他にございますでしょうか。あ、 YBS さん。すいません、 YBS の上松と申します。はい、富士山の登山鉄道についてお伺いさせていただきたいんですけれども、先日県のホームページにも地元説明会の日程が載っていたかと思うんですが、改めて知事として登山鉄道の説明会、住民に対して地元に対してどのようなことをお伝えしたいかというところをお伺いしたいのと、あと今後知事がご出席される日程がもし現時点で決まっていれば合わせて教えていただきたいと思います。お願いします。はい、まずその、私の出席につきまして今スケジュール調整を、しております。できるだけ出たいとは思っております。そしてこの、その上でこの地元説明会ですが、まあ、今 その富士山の現状、あるいはその、まあ、これまで10年間の取り組みの成果、結果の、今の現、まあ、まあそれは今の現状ですけれども、まあ、これについてどう評価をしてです、まあ、その、いわゆる世界文化遺産、ある意味世界の宝物である富士山のについて、あるべき姿に、しっかりと、まあ、私の言葉から言うとしっかりと戻していくっていうんでしょうか、戻していく上では何をしないといけないのか、一番責任があるのはそのまさにその富士山を抱える地元である、まあ、山梨県、でもありますので、まあ、その責任をですね、責任感があるということをです、責任があるということをまあ、ぜひ多くの皆さんと共有をしていきたいと思いますし、まあ、この富士山を、最も大切に思われている、皆さんと共にですね、どうあるべきなのか、まあ、これをしっかり考えて、県民的な議論をしていく様子がにしていきたいと思います。ありがとうございます。合わせまして、すいません、まあ、地元への説明これからされていく中で地元理解もこれから得られていくところだと思うんですけれども、まあ、事業化検討会も設置されている中で
こう県として事業化への推進といいますか、有識者からも意見をもらって進めているかと思うんですけれども、現時点で事業化に対してのこう例えばスケジュール、運行開業についていつ頃目指されているか、もし今現時点でお考えがありましたら合わせてお伺いしたいと思います。まあ、まさにそういうものを出すべく今議論と検討している最中ですので、一定の姿が見えたところで、ご報告をしたいと思います。分かりました、ありがとうございます。他にご質問ございますでしょうか。はい、平尾さんどうぞ。はい、どうぞ。産経さん。産経新聞の平尾です。今の登山鉄道の件なんですけども、知事がおっしゃってるね、富士山の在り方を考えるってことすごい重要だし、この10年間できてなかったっていう事実もあると思います。で、まあ、知事がその登山鉄道という形でですね、強く打ち出したことによってこの議論が大きく進んでるんだと思うんですけども、逆にその登山鉄道に対しては富士吉田市の市長が反対したりとか、動きがある中で一旦議論をですね、その富士山の現状の問題で登山鉄道ありきでなくてですね、そこの前の段階に持っていって、その中でベストソリューションは何なのかをもう一度考えるような、議論の組み立てにするってことはできないんでしょうか。いや、そういうことを考えています。じゃあ今回 の説明会については富士登山鉄道ありきではなくて、もっとこう現状の課題、我々の議論の組み立て自体は登山鉄道ありきではないのはもちろんなんですけれども、ただですね、我々としては住民の皆さんにお集まりをいただいて、貴重な時間をこうそこに費やしていただく以上はですね、ある程度しっかりとしたその具体的な提案がなければですね、それまたお越しいただく皆さんに対しては失礼なわけでありまして、その中で、何をどういうふうにするか決めるのはこれからですけれども、具体的な提案の具体的な案としてこういうものはどうでしょうかというのはですね、私はもう今でも遅すぎるぐらいの状況だと思っています。やっぱりいろいろ住民の皆さんに考えるきっかけとなり、またそのご判断をいただくにあたって、ある程度ちゃんとしたもの、ちゃんとした提案、気持ちの議論じゃなくて、実際こういう形でこうしっかりやったらできると思いますというような、これからだんだんその熟度を高めていくんだと思いますけども、そういう具体的な提案を しながらですね、議論を喚起していくことは重要なアプローチだと思います。そういう意味では逆にその富士吉田市側にですね、今の登山鉄道には反対という決議を議会で挙げてたりとかする状況の中で、富士吉田市にも同じように何か提案を持ってきてもらって、そこで戦わせるというか、双方のいいところを盛り込んでですね、いい案に作っていくようなことを考えるならば、吉田氏側にもそういった提案してほしいというふうな要請を常にしております。常にもうこれまでずっとしてます。いろんな、この記者会見の場でもそういう話をしてますし、ぜひ具体的なご議論ご提案をいただければですね、それも合わせてみんなで議論しましょうと、とにかく議論が盛んになっていくことは平さんおっしゃるように大変重要なことだと思いますし、今のこの富士山の状態をとにかく変えていかないといけないのは、これは地元だけの話、地元というのは山梨県だけの話ではなくて、オールジャパンの話、もっと言うとその世界的な課題でもありますから、そこについてですね、地元である山梨県であり、山梨県の市町村の方々がこうあるべきだという、 こう具体的かつ積極的議論を積み重ねることは重要ですし、その旨はもう重ねて申し上げているところです。何も鉄道じゃなければ絶対ダメだと、そんなものは議論の箸にも棒にもかかんないから議論に載せませんなんていうことは一言も言ったことはないわけで、ぜひ具体的な提案があったらもうぜひくださいと、それをもとにまたいろいろこう議論をやっていきましょうというのは我々の一貫したスタンスです。どうぞ。すみません、別の質問でお願いします。インフルエンザの流行の件なんですけども、今の状況でいくとその県全体で数量を取ると、1節あたり30人になるような勢いが、先週28点とか29とかっていう数字だったんですけど、感染が続いていることを考えれば、かなり対応がこれからのインフルの対応というのが県にとっても、必要になってくると思うんですが、その辺についてはどうでしょうか。はい、いいですか。じゃあまずどうぞ。はい、CGC の方からお答えいたします。
今ご指摘のありました通り、インフルエンザというのは今感染状況増えておりまして、かつ CDC としましても、この感染状況が今20歳以下の方、主に小中高の方が多いということで、かつ教育委員会とか私学を管轄しているところの部署を通してですね、各学校に感染の今の状況と有効である感染対策についてアナウンスをしたところでございます。以上です。また医療提供体制の確保に関しましては引き続き CDC と、を中心にですね、しっかり議論をして、県の医療関係者とも相談してですね、医療提供体制に異論ないように、取り計らっていきたいと思います。よろしいでしょうか。他にご質問、どうぞ。すいません、先ほどの誤解答に関連してなんですけども、先ほど知事は、遠くないうちに期限を設けて、命令を発出するよう指示しているということでしたが、この命令、おそらく、廃棄物処理法違反ということの命令だと思うんですけど、これまでの取材では、少なくとも、一時保管の量を基準を超えているという点と、あと無許可で収集運搬をしていたと、少なくともこの2つの違反がありますが、今回のまず命令を発出する内容としては、どの内容の違反になりますでしょうか。まず限度量を超えて、置いているということに対しては、これは行政命令を発出して、期限を区切ってその限度内に収めるべく、命令を出したいと。この命令違反になれば当然そのさらなるそのサンクションが加わっていくと、こういう形を取ってしっかりと、進めていきたいと思います。以前行政指導の中でですね、行ったにもかかわらず、その後また増えてしまったような履歴もありますので、もはやここはですね、そのしっかりと、法的なその法的制裁のをバックにしたですね、実効性のある手段が必要だと、そのように判断をしております。それからそれ以外 の、 違法行為に、法令に抵触するような、ポイントに関しましては、また別途ですね、関係当局とも相談して、適切な対応を取ってまいりたいと思います。でもう一つですけれども、先ほど月内に、第三者役を交えた、検証の委員会を設けるということでしたが、だいたい構成メンバーはどのような方々になると考えますか。構成メンバーはですね、まず一つはですね、このまずこの委員会のまず所管自体は、総務部に、移したいと思ってます。でその上で、法律関係の専門家、あるいはその、この分野の、専門家を入れ、要はその、中立客観性に疑義が抱かれないような、世間様の目から見て、メンバーがその中立であり、また客観的にこう検証することに対して疑いが抱かれないような、そういう専門家の皆さんにお願いをしたいと思っています。まだご本人はじめですね、確約はいただいてないものですから、そういう体制が整い次第メンバーを発表していきたいと思います。他にいかがでしょうか。YBSさん、何度も申し訳ありません。このリニアの新駅についてお伺いしたいんですけれども、おととい都内でシンポジウムが開かれていて、沿線の4県の知事の皆さんと情報交換されたかと思うんですが、その中で甲府駅がまだこう未着工な状況っていうところを知事としてそのご所感をお伺いさせていただきたいのと、合わせて2027年度開業の時期っていうのもこう難しい、開業の時期が明確化されていない中で、そのシンポジウムの場では、なんですかね、時期、
開業時期を明確化するよう求める声も上がっていましたが、県としてどのような働きかけをしていきたいか、今そのご所感お考えをお願いします。はい、まず甲府、リニアの山梨県駅の、着工に関してはですね、要は開通時期の見通しが出てから、逆算して考えればいいと私は思っています。慌てて、なんていうんですかね、やってしまうと、まあ、できた設備というのはどん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 できたそばから劣化していくわけですから、劣化していくわけですし、またその時点でのこう最新のテクノロジーというか、さまざまな技術を盛り込むべきだと思っておりますので、私は駅の開通のめどが立ったら、そこから逆算して、そこに、間に合うように駅舎を作るべきだと思ってます。まあ、実際今の駅舎に関する議論の中でも、まあ、例えば岐阜県さんなんかは本当に心配されてますが、その地域分断になってしまうんではないかとか、さまざまな先行県の取り組みの中で、いろいろノウハウ、なんですかね、知見が蓄積されてますので、その蓄積された知見というものをですね、山梨県駅では十二分に、活用させていただきたいと思います。まあ、そういう意味からもタイミングが今申し上げた通りです。それから全線開通に関しましては4県の各知事でお伺い、まあ、総理にお伺いした際に、まあ、国としてそのしっかりお願いしますという話をまあ、されました。まあ、私たち山梨県としてはですね、まあ、単に国にお願いするだけではなくて、まあ、ちょっと詳細の内容は差し控えたいと思いますが、まあ、しっかりですね、その何ですか、その、実効的な貢献を、していきたいと、思っています。まあ、これまでも何ですか、その、規制同盟会の中で、リニア全通後の、まあ、交通体系の 青写真を、描きましょうと、まあ、そういうことでその沿線ぜ、リニア中央新幹線の沿線のみならず、まあ、東海道新幹線も含めたところ、すなわち静岡県の皆さんにとってもその期待値が高まるようなものにしていきましょうということで、取り組みを始め、まあ、先般国の、からはですね、まあ、それに、まあ、その路線上にあると思いますが、東海道新幹線の停車本数の増加のその数字なんかも出されておりますし、まあ、また今後さらに期待を高まるような算段を講じていきたいと思います。また今当面その静岡県、と JR の間で議論となっている問題に関しましても、まあ、我々でできることはですね、まあ、しっかりと、貢献をし、まあ、その両者のですね、その、まあ、間に立ってというほど大きなことはできませんが、何がしかですね、その、JR と、静岡県の間の話し合いが進むような、形での貢献をしていきたいと考えています。ありがとうございます。他にご質問ありますでしょうか。よろしいでしょうか。それでは以上をもちまして定例知事会見を終了いたします。ご協力ありがとうございました。